最初のニュースです。12月31日午前3時41分ごろ、この場所で発生した男と女のラブゲームを見られた方は近所の交番までお知らせください。いや、男と女のラブゲームってなんだろうね。昔そういう歌あったけどね。はあ、あいつの年収は低いから拾われたくないにゃ。すんげえ嫌な猫じゃん。マジで言ってそうだわ。ふん、一つだけ聞こう。トゲトゲがついてて無駄に重いダサいヘルメットを貴様は見たことがあるか？ある。っていうかお前じゃん。一発ギャグやります。爬虫類を愛しすぎた平井堅。朝目覚めるたびに蛇の抜け殻が横にいる。蛇じゃぬくもりは感じられないな。今夜もワンチャン待ち。これはワンチャンとワンチャンがかかってんのかな。ワンチャンとワンチャンね。ワンチャンとワンチャンだな。賛否両論って結局まあそういうことだよな。いらっしゃいませ。こちらポテトになります。私が全部食べちゃいました。悔しかったらおかわりしてみろよ。もう一回食べちゃうかもしれないけど。次の日、彼女はバイトをクビになり、この店のブラックリストに追加された。はいはい、私はどうせお荷物ですよ。うわ、高校の時俺もここに入ろうとしたわ。怒られたけど。あれ、家の鍵閉めたっけ。やべ、まだ第4ラウンドだよな。どうしよう、集中できねえ。レフリー、一旦帰ります。前代未聞。